マミムメモセイカです。ゼノブレイド番外編33です。じゃあクエストの残りをやっていこうと思います。この子に話しかけたらクエストが出ると、ガオーガオーかわいいな。エンプレスっていうのは女帝っていう意味らしいですね。いやー、この二人もなんか懐かしいですね。バルド元気にしとった？はい、というわけでさっきのパチカのお父さんのグレイリーです。うん、ドカンドカンなんだやろ、なんかどっか痛いところがあってさ、なんかその痛みを忘れるためには暴れもありよんかもしれん。あー、なるほど。そうなん、伝説なのに。リキ、リキそんなところから話しかけんでも。めっちゃ力と話しておるけど。はーい、ほんと心苦しいね。ザクスの道しるべ付近ヘイストにて。どんだけ昔のクエストな。おーい、よっと。おお、この子なんか普通に雲やん。女帝っぽいけど、まあ、とりあえず力が回復するまで待つよ。あ、エリアちゃんもか。よし、ほい。あ、力がまだやった。さあどうしよう、全然35とかめっちゃ弱いやん。どうしよう。こんな終盤に来て早くやるべきものやったんや。あー、伝説なのに、伝説なのに倒してしまった。行ってきたでござる。でもよく好きだよね。はい、どうも。伝説はついに終わりを迎えてしまった。悲しいね。まあ、なんかいつもここでジャンプしてるように見えるんだけどね。パチカちゃん、ねえ、うん、あ、お引っ越し、なるほどね。そういうことになったんか。うんうん、そうやね。やっぱり子供から夢を奪えなかったか。本当に好きやったんやね。なんか切ないわ。続きまして、エインくんのクエストをやっていこうと思います。どうしたね。優しいね。ここも少ないやろうに。しっかりしてそうな人。誰だろう。なんかそのまんま来たらさ、わかった。背があるかい。だからコロニーシックスに行こうよ。でもこう見かけは数人しかいないように見えるけど、実は十数人いるとかってことなのかな。お、フィオルンの これって強いんじゃない？てか今つけてるやつよ。ほら、どうする。でもね、ユニークだからな。ヘッドアップか。ユニークってのがでも強いな。80ぐらい上がるじゃん。半端ねえな。あ、今ゴーグルだからな。
ちょっと変えてみるってのもありかもしれない。素早さアップ、素早さアップ、ダブっとるやん。まあこれで50になるっていうことか。どうするかね。あ、可愛くなった。でもこれでいこう、ちょっとしばらく。続きまして、こちらの魔王、悪魔王ドラゴニアを倒そうと思います。希望の農場っつーと、まあこの目の前のところですね。希望なのにさ、なんかそういう目に遭うっていうのは本当にあれやね、心が折れてくるね、だんだんと。うわっ、来た。でかいレベル99。大丈夫、私たちもね、だいぶね、だいぶ強くなってね、まあ同等なんじゃねえのみたいな、そんな感じだな。普通の音楽だな。あー、やっちゃった。やっちゃった。せっかく来たのに。敵がいれば100人力。なにこれは怖い。うおい、大丈夫、これ絶対気絶とかなるやろ。ほら、ちょっと足が邪魔。よいしょ。あ、でもなんか普通に戦えてるような気がする。転言せよ。ほい、あれ、カルナさんどこおるん。ああ、ここに来て経験値。ちょ、こかしてみたいけどこけるかな。うわー、また来た。うわーい、大丈夫。おー、すごいね。よし、じゃあちょっとこかしてみよう。なんかスパイクとかありそうだけど。うえ、なに、灼熱。これはあれやな、なんかいつもやら、私たちがやる側なのにやられてる感があるよ。マインドブラスト、ヘイ、どうだ、来た。おお、来た、やった。ありがとう、カルナさん。さあ、そんなわけで私はもうこの エレメントバーストの、終わったな、すぐ終わったな。あ、でもなんかもう全然大丈夫、全然戦いとる私。あれだな、レベル補正はすごいな。黄色でも赤でもない、私たちは同等なのよみたいな。うわっ、おっほい、やったね。慣れないものだ。ミリアちゃんおめでとう、98。何が入ってるかな。てか黄色の宝箱じゃないんだ。なんだろ、でもこれはいるやろ。さてと、モナのレプリカ4と5が無事に終わりましたね。そんなわけで作ってもらおうと思います。バーネーさん、お願いします。今まで3を使ってたんだよね。やっぱり数字が大きいからにはさ、お、より高いクリティカル率、強いくないとね。うん、なるほど、守るより攻めることやね。ほい、どうも、ドグマで、もう一個、今のが4で、これが5かな。クリティカル率がすごいっていうことは、次はなんかバランスがいいみたいな感じかな。防御力か、著しく低下で、どんだけ防御したいな。まあ今モナド R アピスですね、レプリカか。びっくりなんだけど、はっ、850? どんだけなん。あ、150ついてんだ。え、ってかスロット2回、クリティカルって25、
なるほどね。いや私今のままでええわ、まあ、とりあえずつけてみてどんなもんか見てみよう。どんな武器やん。おお、え、おめっちゃかっこいい。おめっちゃかっこいいやんこれ。ちょっと持って、シルク早く早く。めっちゃかっこいいやん。うおーうおー、いいねいいねいいね。なんかすごい横に長いよ。こっちは、こっちも同じ形かな。あーうん、なんか最強武器っていう感じしてきたわ。いいねいいねいいね。でっか。あーでもやっぱ私バランス重視がいいし、何よりスロット3っていうのはやっぱいいわ。というわけで、なんとクエストが今できるやつ全部終わりました。いやー本当に楽しかったね、サブクエスト。コロニー9、デフラ洞窟、巨神足、コロニー6、マクナ原生林、最果て村、ザトール、エルト海、バラク切断、落ちた腕、アグニラータ、まあその辺、赤モートムか。多分全部やってる赤モートム。いやー本当によかったね。じゃあ残りはね、ユニークモンスターを倒していこうと思います。さてこちらバラク切断ですね。この子、うおっといきなりかい。ちょ、抜刀させてほしかった。ちょっと待って、あのこっち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 、なんかシルクがバックスラッシュちゃんと取れるようにさ、こっちに来てもらおう。もうちょっと、ちょっとなんかひどくない？うわ何これ。よし、オッケー、行け。とりあえず、やりまくりの、このヘイトは一体どこからなの？ああ、こいつか。うわ、めっちゃ私追いかけられてるけど。よいしょ。どうしようかな、チェイン大丈夫だよね、今やっとこうかな。あ、しまった、これチェインで使えばよかった。お、でも全然なんか戦えとるね。じゃあ次これ溜まったらチェインとか、あ、でも死に際にやろうかな。なんかリキがいつの間にかヘイト取ってくれた。何今フラストだ。メテオ的な当たんないもん。これ通常状態から転倒効果、あ、転倒効果なんだ。私転倒時に有効なんかと思った。全然読み間違えを。うわ見たそう。いや半端なさすぎるやろこれ。あ、待って、やばい、死ぬ死ぬ。ダブルウィード決めて。僕の番だ。後ろ、ナイス。こいつからは特に欲しいものはないので、あれってかエーテルのあれいつの間に死んどるん。ここはいつから X の場所になったんだろう。というわけで放浪のアモンですね、こちらを倒していきたいと思います。あれガンマさんなんで6000になってんの、いきなり意味がわからないんですけど。うわスパ、あ、そうだった、こいつスパイクが来るんだった。よし完璧だな。ラインだけ 75% まあそんなに攻撃しないかなと思って。よいしょ。こういうのやっぱさ、なんかリキとかさ、カルナさんとかメリアちゃんがいいかなと思ったんだけど、まあでもちょっとこのパーティーで行きたかったから、このパーティーで頑張る。あ、間違えた。スピットエッジ、ほいほい。でもこいつってこけた方がもっとスパイク来たりするとかあったよね。あー、ラインがやばい。連携攻撃できませんよ、そんな。できませんよ。あ、でもどうかな。
いけてるっちゃいけてるもんな。まあなんか向こうが死にそうなった時にやろう。ほい、よいしょ。後ろからやっぱさ、シルクがいるとさ溜まりやすいよね、パーティーゲージ。そろそろ準備をするよ。ほい、あ、間違えた、危ない。今すごい真ん中に持ってきてるもん、満タンだって。よーし、オッケー。余裕が感じられるな。もう少しでみんな99やね。なんか鉄鋼弾取るために頑張ってたらなんかいいもんもらった。イデアブレード。おお、紫色ってことこれ。なかなかいいね。お次は修正のマックスさんでーす。生きて帰るわよ。早めに片付けるぞ。ちょっとさ、でかいとさ画面に収まりきらないのがあれですね。こういう人たちってさ、一応さ、なんかさパンツとかこういうの履いてるじゃん。これは自分で作ってんのかな。これだって革だよね。すごいなってなんか何気に思ってしまうんですよ、私。なんか普通に戦えてるみたいなんで、あ、スパイク対策はもちろんしてます。このソロボスは普段、あ、間違えた、普段のね、ザコからスパイクが来るから絶対ボスがないわけないじゃんみたいな。どうしよう、私もしようかな。ほい、チェインしたい、チェインしたい、そうしてるんだけど。よいしょ、お願いします。おう、入る。カルナ、決めるわ。決めるわ。風船が熱くなってきたわね。終わらせない。おい、終わるわけないじゃん。おい、嫌な予感がしてきた。カルナさんが。おお、終わった。いい動きだったぞ。いい動、あ、あれ今オーバーラップ使えてた。みんなのおかげだよ。やばい、みんなやるじゃない。もう少しでレベルが99になるよ。みんな勝ち目は薄くと、これっていけるもんなん。今でも108だよ。こんな当たるわけないやろ。カルナさんとか絶対テンションだだ下がりだよ。外さないカルナ。これスリップダメージでも行きまくるしかないみたい。おー、ナイス。1万4000円とか絶対おかしいやろ、ね、これこの程度で済まない。金だ。リベンジです。シュルクとダンバンさんとカルナさんを入れてみました。で、多分っていうかあんまり覚えてないんだけど、スパイクダメージが来たと思うから、とりあえずスパイクダメージを重視で、なんかね、高レベルユニークになったらね、夜にこの夜間命中率アップをつけてやればいいみたいな話をちらっと聞いたので、夜にやってみます。おうちゃん、ちょっと待って待って、いきなり声おかしいやろこの人。どんだけ目がいい。しかもレーザーだし。ちょっと待って、こういう場合は鎧だよ。初だっけ。お、120じゃない、100じゃない、1250ってすごいね。あ、待って、エンチャント的な、エンチャント意義をしないとみんながきつい。バトルソングなんです。大丈夫だ、問題ない。エンチャントどこ。あ、あった。オッケー。ちょっと待って、これ無理ゲーじゃね。でもね、なんかね、こいつがまだ一番戦いやすいよみたいな話を聞いたんだけど。お、でも当たっとるけど、2人がかけとる。これスパイクダメージない。あれ、検討外れだった。私、あ、間違えた。あ、でもカルナさんよりもちょっとガンバさんの方がいいと思うんだ。みんなこういうことで OK。 でもこうすると誰かが死んだ時ミスって半端ないです。ダンバンさん、こうするとあれなんだよ。あ、入ってんじゃん。
かった。なに、もう死んだ。あ、でも一応パーティーゲージあるよ。ちょっと、でもちょっと次死んだらやばいよ。次死んだらやばい。あ、よいしょ。あー、待って、ちょっと ここでさ、ここでちゃんとシルクがパーティーゲージを稼いとかないとやばい。うおー、あ、待って、ダンバーさん、ダンバーさん回復、ダンバーさん回復、ダンバーさん回復しーの早くし、待って、減ってる、減ってるよね。この長期戦を私は楽しむしかないね。ここあんまり大きいとさ、なんか横の区別がなかなかつかない。オッケーオッケーオッケー、連携チャンス、そんなもんせんよ。あ、でも待てよ、あ、これ転倒させちゃいけないから。お、あ、でもカルカさん、ヒールダウンのだっけ。まだ状況アップじゃないから、なかなか回復しないと思うんだけど。あ、そういえば皆さん、レベル99になりました。危なかったね。99にならんとダメやろ、ダメやろ、もう。あー、もう嫌だ。倒れ、あ、ちょっと待って、カルナさん。おー、オッケー。重心が熱くなってきた。ちょっと待って、カルナさん、重心が熱くなってさ、その、HP はまずいやろ。はい。よいしょ。あーっと、ちょ、ジャイ。ほい。来とる。ダマサがさっき、なにって言ってるんだけど。あ、でもさ、これさ、この調子だとさ、倒せるくない？さっきからさ、ちょっと私ミスってばっかりなんだけど、ミスるっていうか、なんか位置的な意味で、こう、半分から後ろだな、半分から後ろ。あ、待って、エッチャーズ切れとる。ごめん、ダマさん何って言ったの、それか。ごめんなさい、なんかエンチャント忘れるんだけど、エッチから切れそうになる。こけたし、これ何の技。ありがとう、ダンバさん。私死ぬ。ライトヒール。よいしょ。あれ？なんか横が本当に難しいんだけど。ここが後ろでしょ？で、横がこの辺。オッケー。おー、カルナさん、さすが。ちょっとなんか、あ、でもなんかいけそうじゃない。なんかね、こいつからね、夜間命中率アップがさ、出るとか聞いてさ、もうさ、もう私ね、相当オールデッドが基本なんですけど、まあね。でもさ、こいつと戦うためにじゃない、夜間命中率が欲しいがために、こいつと何回もこの厳しい戦闘を繰り広げなきゃいけないとなると、ちょっと私は心が折れる。あ、でもなんか普通にさ、チェインしていいかな。なんかすごいチェインしてもいいような気がしてきたけど、ここでね、ここでチェインして誰かが死んでってなると怖い。あ、でも行こうかな、行こう、ちょっと行ってみよう。よし、ダンバーさん、ダンバーさん、人のように来い、ほい、戦道、ウォーカー、ラム、オッケー、次、カルナ、ちょっと空気読んで、パーティー、空気読んで、よし、来た、よし、終わらせねえ、あ、わかった、あ、ちょっと待って、今思いついた、モナドーマスター、すればよかった、モナドーマスターの存在忘れとって、私、もうばっかやー。へこんだわ。え、なに、なんかまとっとるよ。なんかスーパーサイヤ人になりかけてるけど、大丈夫なの？文字見てなかった。なんていう技これ。でも、なんかやってきて、過ごされそうになったら、あ、待って、今、エンチャントしなきゃ、エンチャントしなかだけど、お、これは盾ですな。チェー、コンクイスター、お、110。よかった、12しとって。で、ここでバトルソウル C の、自分回復 C のエンチャントができるまで頑張る。おっ、どうでもエンチャントしようかなと思って。ちょっと待って、倒せそう、どうしよう、嬉しい、頑張れ、ちょっと頑張れ、すいません。なんか多分7時ぐらい、右上で言うと7時ぐらいに始めたと思うんだよ。もう12時だからね。 OKOK、
ケーオッ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 ケーだね。よいしょ、後ろ。あーちょっと待って、あとちょっとあとちょっと頑張れ。どんだけ、どんだけ時間かかるのこれ。誰か回復した方がいいかな。あ、でもここはここはちょっと回復して、回復してあれしよう、もう一回チェンジやろう。どうするチェンジ。おっと、これは来たんじゃない、これは来たやろ、かっこいい。やったー。つまり剣には飽きたと、そういうことか。いえ、違いますよ、ダンバンさん。ダンバン、その辺で許してあげたら。で、記念すべき3人の会話が聞けたと。こいつからはだ、特に欲しいものはないから取っちゃえ。あ、取っちゃえっつうか、欲しいものはあるんだよ。ヒートシンクじゃないんだってば。これじゃないよ。まあいいや、倒せたね。じゃあ私は今からこいつと連戦する、リベンジです。シュルク、ダンバンさん、ラインじゃない、リキで行こうと思います。さて、レベル108だっけ。ちょっととりあえず抜刀は取りたいんだよね。やってみるしかないよね。ないよね。そんな、こいつを倒すのは手間がかかりそうだな。バックドロー、バックドロー。開幕早々、あ、でも当たってる。とりあえずさ、この周りのやつはどんな方がいいのかな。折りすぎてなんか若干、よいしょ。もう連携早くね。ああ、なんかやってたっけ。やってたような気がするけど。よいしょ、ランバーさん回復。よいしょ、いくよ。後ろはこう飛びにくいな、ちっちゃい飛びにくいな。来たね。赤色4000円、4000円じゃお金じゃないよ。鎧、おう、ちょっとやりたいやりたいやりたい。季節コミックダメだった、遅いよ、主力。どんだけ、どんだけ力が持ちやがる。まずダンバンさんの場合、あ、ちょっと疲れてたんじゃない、回復していいかしら。どこにいるの、こっち。スローはかかる、かかるかかる。雷神砲却、あ、違う。よいしょ、スロー。ダンバーさん回復し、で、横はどうだ、横どこ、うっと、出発するゴロ。オッケーオッケー。で、ラホーイ、エンピラーコーン、ワオ、さてだな、ありがとう。あれ、待ってな、待ってな、いいかな、使ってよかった、バトルソングなんで、死ぬぞ、私。もう、封じんだ、やっぱり。転べも、いつもありがとう。このように、シェッカーエイジ、さっきから涙目すぎるんだけど。半分半分、よし、やっと半分ガードで、こいつパワーがすごいんだね。しかし見にくい。ダンバンさんも反対側に行くか、15度曲がるか、そんな感じ。1500。いやいやさ、あんまりさ、アート使わないでダブルアタックでなんとか。ああ、どうするどうするどうする。おお、使える使える使える。よろい。ちょっと間に合った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 間に合ってない間に合った間に合った。回復、この調子でいこう。で、後ろ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 
っぽいっていうか失敗してないできなかったんだけど。間に合わない。一緒に話もっと回復しとく。おおっと、なんかすごい効くんだ。またモナドゲージを回復させるのと同時にパーティーゲージも上げなきゃいけないからっていうのがちょっとあるね。